中島めぐみの進化論。進化論。世界の皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは。中島めぐみです。今日はですね、こんな嬉しいメールが届いているので紹介したいと思います。ハンドルネームジマさんからです。まめぐさん、ワンシャンハオ、ワンシャンハオ。4月23日の上海ライブお疲れ様でした。実は自分も日本から参加しており、とても楽しませていただきました。ライブで中国のファンの応援は日本と変わらないぐらいに熱く大迫力でとても盛り上がっていました。みんなで一緒に歌ったあなたの音などは皆さんちゃんと日本語で歌っていたので、まめぐさんへの情熱の強さを感じました。またライブ終了後に現地のファンと交流することができ、一緒に晩ご飯を食べてきました。お二人とも日本語で意思疎通することができたので、日本に行ったことがあったり、日本語学校で勉強したのかと思いましたが、アニメや漫画を見て独学で覚えたそうです。インさん、リュウさん、上海の街を案内していただきありがとうございます。とのことです。わあ、すごい、ファンの方たちが、なんて言うんですか、私のライブを通じて出会って、そこからこう仲良くなってご飯とかね一緒に食べてるってすごい嬉しいですね。人と人が交流するっていうか気持ちが通じるのって、やっぱり好きなものだったり自分の愛してるものとか思いとかがやっぱり一緒になった時にすごい共鳴し合うと思うんですよね。それがきっかけが中島めぐみのライブであったっていうことがすごい嬉しいし、これからもぜひぜひそういうね交流がたくさん増えていったらいいなと思います。嬉しいです、すごく本当率直にありがとうございます。ジマさんはもちろん、インさん、リュウさん、そして上海のライブに来てくださった皆さん、本当にありがとうございます。あー、心が温まりました。はい、ありがとうございます。ということで今日も参りましょう。中島めぐみ YouTube 公式チャンネル、まめぐチャンネルから全世界に向けてお送りするラジオプログラム、中島めぐみの進化論、本日もスタート。中島めぐみの進化論。あっという間でもう5月も中旬ですかね。もういつの間にか春が来たと思ったら、だん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 夏に向かっているようなね感じでございますけども、皆さんいかがお過ごしでしょうか。私はですね、なんと吉川優ちゃんの映画きっかけは優見てきました。なのでテンション超上がってます。はい、あ、先週の進化論を聞いてくださった方は皆さん分かってくださってると思うんですけども、新しくソロデビューをする吉川優ちゃんという歌手の女の子がいまして、その子を私今全力で応援しているっていう、普通にファンとしてマジで好きです吉川みたいな感じなんですけど、はい、その吉川ちゃんがね出演する映画きっかけは言う見に行って、その映画すごいところが、映画は映画なんですけど、そのラストシーンは劇場で生で体感できるっていう、っていうことはご本人が生で見られてラストシーンをそこで目撃できるわけなんですよ。これはさ、もうファンとしては行かなきゃでしょと思って、はい、普通にファンとしてはい行ってきました。本当に私感動しました。もういいね若いってみたいな。なんかピントずれてないと思った皆さん、ずれてないっす。いや本当でね、その映画で吉川優ちゃんがね出てきて、ラストシーンをねステージ上で体現してくれるんですけど、まあ泣きました。涙出てきました。なんていうか、
本当不意に涙がふって出てきたんですけど、なんていうのかな、自分のデビューの時をすごい思い出したっていうのもあって、なんていうか自分のそのステージに立ち始めた頃とすごい勝手に心の中で重ねてしまって、はぁってボロッときたんですけど、なんかアイドルってその時のなんていうかすごい大げさな言い方かもしれないですけど、人生をそのままステージで表現してると思うんですよ。それは写真でも歌でもステージでも何でもそうだと思うんですけど、こう出ちゃうものだと思うんですよね、その時の本当の自分っていうのが。特にアイドルというかなんていうかこうそういう表現する人っていうのかなって。それがなんかこう今吉川優ちゃんがソロデビューしたばっかりでもう本当に頑張ってるんだとか、今ここにいる全てのお客さんにこう自分のことを見てもらうんだっていう決意っていうか、それをすごい感じて、わーってなんか胸にグググッときて、いやー本気で泣いた。でも泣いたともう本当楽しくて、普通に一緒に口ずさんだりとか、あ楽しいなって思いながら見てたんですけど、いや本当になんか頑張ってる人を見るっていうか、こう私は変わっていくものとか変わっていく人を見るのがすごい好きなんで、なんか自分もそうありたいって思うんですよね。こうなんだろう、変わらないものの魅力っていうのはもちろんすごくあると思うんですけど、変わらないでいるためにはまず変わることが必要だなと思っていて、それをねステージとかでこう表現できるっていうのはすごいなんていうんですか、貴重なことだと思うわけです。でそれはもちろんこう応援する側にとってもその瞬間を見られるっていうのはすごい宝物だって思ったんですよね、ファンとして。だからなんかアイドルとかアーティストのコアな部分っていうか、なんて言うんでしょう、根っこにある部分をステージで、ね、きっかちゃんのステージですごい見た気がしました。しかもすごい嬉しかったのが、その映画きっかけは You の中で自分にちょっとゆかりのある場所が映ってて、勝手にヒートアップみたいな映画の最中なんでもちろん声も出さないし、もう動いたりもしないですけど、もう心の中で見てあれみたいな、あれあれみたいな、誰にも言えないみたいなでもなんかそういうところもちょっと嬉しかったりとかして、しかもこう茨城県出身ですしね、吉川優ちゃん茨城の星ですから、そんな共通点を吉川優ちゃんの知らないところで勝手に見つけて喜んでいるっていう、はい、この気持ちがいつか伝わればいいなと思いますけどね、一方通行じゃなくてね、はい、ということですごい楽しい時間を過ごしました。でそのステージを見たことによって、なんていうんですか、自分の今までのステージだったりとか音楽のことだったり声のことだったりとかもすごい振り返るきっかけになったので、これがこう6月4日のライブへのこうなんて言うんでしょう、また意気込みが変わったわけじゃないんですけど、より強くなったっていうか、決意が、あ本当今度のライブでそういう姿を見せたいなって自分も思ったんで、本当頑張ろうって思いました。はい、とにかくパワーもらった。だからこれはもう私もパワーをね返していかなきゃいけないですね。はい、ということで皆さんいかがでしたでしょうか普通に今日はアイドルファントークをしましたけども、これからも続いていくと思われますこのトーク。ぜひぜひ皆さんも聞いてみてください、きっかけは You ここでねこうねこうどん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 広めていってみたいな私そんな力ないけどファンとしてねこうみんなに聞いてほしいんですよ。はい、よろしくお願いします。でよかったら私の歌なんかも頑張っていこうと思っているんで応援よろしくお願いします。はい、ということで今日は一ファンとしてのトークをまたお届けしました。ということで今日はここまで、中島めぐみの進化論。
ごめんごめん、お詫びにチューしたら許してくれる？中島めぐみの進化論。ジングルボイスはハングルネーム僕いけちゃんさんからのリクエストでした。いやー、言ってる最中に楽しかったですけど、反面ちょっと照れてしまいましたね。その照れが良かったかどうか分かりませんけど、いかがでした？お詫びにチューね。お詫びにチューってまだ照れてますけど、いやこういうのすごい好きです。なんかやっぱりあれだよね、少女漫画の世界から出てきた感じがいいと思いますまた誰って感じになってますけど、そういうセリフ好きです。はい、言いたいです、そういうの。ぜひ考えてセリフ、ジングルボイス送ってくれたらとっても嬉しいです。はい、ということで、中島めぐみの進化論、今回もそろそろお時間なんですけども、皆さんからのメールを24時間いつでもお待ちしております。私と一緒にアイドルトークしませんか？アイドルトーク募集中。もうアイドルっていうか、自分のこう打ち込んでる、入れ込んでるアーティストさんとか、もうこの曲とか、もうすごい細かいところでもいいです。あの発音が好きとか、もうそういう話大歓迎。ぜひぜひそういうマニアックな視点からのメールでも、もうじゃん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 送ってください。よろしくお願いします。アドレスはまめぐ@starlastmusic.co.jp、 まめぐ@starlastmusic.co.jp です。ハンドルネームにご住所も添えてお送りください。それでは今週の中島めぐみの進化論、この辺でまた来週この場所でお会いしましょう。いってらっしゃい、さようなら、おやすみなさい。